納税者の見解はどうすれば認められるか。第6回。ご視聴いただきありがとうございます。講師の北村豊です。採決令は税務調査の過去問です。この講座では最新の採決令をもとに、見解の相違を解消するヒントを10分で解説します。採決令を学び、納税者の見解を的確に証明するスキルを身につけましょう。今回のヒントは、 迷ったら条文に立ち戻るです。税務調査では、時に税法の解釈をめぐって、見解の相違が生じることがありますが、迷ったら税法の文言に立ち戻って考えると、見解の相違を解消する糸口が見えてきます。今回は、令和4年10月25日の採決例をもとに解説します。まず、納税者が行った取引を見てみましょう。 今回の納税者は日本の雑貨販売会社です。納税者は中国の輸入会社に対して日本の商社を経由して日本で仕入れた乳児・幼児用の紙おむつパック詰め商品を販売しました。日本の商社は中国の輸入会社から紙おむつの販売を受注して納税者に対して紙おむつを発注しました。そして日本における輸出申告の手続きと 中国の輸入会社への紙おむつの配送を納税者に依頼しました。納税者は運送業者に対し輸出申告の手続きと中国の輸入会社に対する紙おむつの搬送を委託しました。問題となったのは納税者が日本の商社を経由して中国の輸入会社に対して紙おむつを輸出した場合消費税が免除されるかどうかです。事業者が国内において紙おむつを販売した時は 紙おむつの代金に10%をかけて計算される消費税を納めなければなりません。もっとも事業者が日本からの輸出として紙おむつを販売したときは一般に消費税が免除されます。本件では納税者は日本からの輸出として紙おむつを販売したものと考えました。そこで消費税が免除される輸出取引をしたものとして消費税の申告をしました。 では、税務当局が下した処分を見てみましょう。税務当局は、納税者に対する税務調査の中で、納税者が日本からの輸出として紙おむつを販売したと言えるか疑問を持ちました。中国の輸入会社から紙おむつの代金を受領しているのは、納税者ではなく、日本の商社であることが分かったからです。納税者は、この輸出取引について、日本の商社に対し、 日本の商社宛の宛請求書を交付ししていましたそして日本の商社はその請求書に基づき紙おむつの代金を納税者名義の口座に振り込んでいました。また納税者は日本の商社から輸出申告の手続きを依頼されたに過ぎないようにも見えました。そこで税務当局はこの輸出取引は日本の商社が納税者から紙おむつを仕入れた上で日本の商社が 中国の輸入会社に販売したものであると考えました。納税者は日本からの輸出として紙おむつを販売したとは言えないとして消費税を増やす処分をしたのです。もっとも納税者はこの輸出取引について納税者名義の輸出許可通知書を保存していました。輸出許可通知書は税関から輸出許可を受けたことを証明する書類です。また納税者は 紙おむつの売り上げ先はあくまでも輸出許可通知書に記載されている中国の輸入会社であり日本の商社は納税者と中国の輸入会社の仲介と代金の回収を担っているだけで売買の当事者ではないと考えていましたそこで納税者は審査請求に踏み切りましたさて審判所はどう判断したでしょうかまず 審判所は消費税法に定める輸出の意義について検討しました。消費税法は事業者が日本からの輸出として紙を持つを販売したときは消費税を免除する旨定めています。また、輸出とは日本にある貨物を外国に向けて送り出すことを言うと返されます。そこで審判所はこの輸出取引においては 紙おむつを日本から中国に向けて送り出したものが日本からの輸出として紙おむつを販売したものとして消費税を免除されることになると判断しました。次に審判所はこの輸出取引において誰が紙おむつを日本から中国に向けて送り出しているのかを検討しました。日本の商社は中国の輸入会社に請求書を送付し中国の輸入会社から代金を海外送金により受領していました。 また、日本の商社は、納税者が発行した日本の商社宛ての請求書に記載された金額を納税者に支払い、商品仕入れとして計上していました。したがって、日本の商社が、紙おむつの売買取引の当事者として関与していたことは明らかでした。もっとも、この輸出取引においては、納税者が日本の商社の依頼に基づき、日本の商社から受注した紙おむつを、 国内の倉庫でコンテナに積み込んでいました。また、納税者は運送業者に委託して、納税者自身の名義で輸出許可を申請して、中国の輸入会社に搬送するとともに、納税者名義の輸出許可通知書を保存していました。つまり、日本の商社は、日本では紙おむつの引き渡しを受けていませんでした。 日本の商社ではなく、納税者が紙おむつを直接日本から中国に向けて送り出していたというわけです。したがって、納税者が日本からの輸出として紙おむつを販売したものと言えます。そこで審判所は、納税者が消費税の免除される輸出取引をしたものと判断しました。今回のヒントは、迷ったら条文に立ち戻るです。税法はいつ、 誰にどういう場合にいくらの税金を課すかを定めていますが、みだに条文の文言を離れて解釈すべきではないとされていることはご存知の方も多いでしょう。税務当局としては、納税者のけしからん取引を見つけたら、何としても課税したいと思うあまり、多少条文の文言から離れていても構わないと考えたくなるかもしれません。しかし、納税者としては、 税法が条文の文言から離れて解釈されると困ってしまいます。いつ、誰に、どういう場合に、いくらの税金が課されるかが、税法の条文を見てもわからないので、事前に予測できなくなるからです。そのため、税法は条文の文言に沿って解釈するのが原則とされているのです。本件では、誰が日本からの輸出として紙おむつを販売したかが問題となりました。 税務当局のように、紙おむつの省流に着目すると、日本の商社が中国の輸入会社に販売しているので、日本の商社が日本から中国に向けて紙おむつを販売しているようにも見えます。しかし、審判所は、消費税法上の輸出という文言に沿って、紙おむつの物流に着目し、納税者が紙おむつを中国に向けて送り出しているから、 納税者が日本からの輸出として紙おむつを販売したものと判断しました。税務調査では、時に税法の解釈をめぐって見解の相違が生じることがありますが、迷ったら税法の文言に立ち戻って考えると、見解の相違を解消する糸口が見えてきます。今回の解説はこれで終わりますが、見解の相違を解消するヒントについてさらに詳しく知りたい方は、 こちらの本や雑誌をご参照ください。また、税務当局との見解の相違を解消する弁護士検証、審査請求、税務訴訟サービスにご関心のある方は、こちらにご連絡ください。次回のヒントは、金額が小さくても大丈夫です。また次回お会いしましょう